はい、最後にしはダイビング芸人主演ダイバーでございます。本日はですね、宜野湾市にありますマリン支援センターに来ております。こちらね、ダイビング専用施設のプールがございましてですね、今日はこちらのプールを使いましてリフレッシュダイビング、楽しくのんびり進めていきたいと思っております。
今からですね、マレア沖縄さんのおすすめポイント、コーラルガーデンへ向かいたいと思います。ポイント紹介お願いします。はい、コーラルガーデン、こちらになります。コーラルガーデンなんですが、この港の方から15分ほど行ったところにございます。で、V のところから、最初熊の実の方に、隠れ熊の実、皆さんご存知にもですね、こちらに向かって泳いでいきます。でその後なんですけど、浅場の方 3,4 メートルぐらいのところにサンゴ、コーラルガーデンって言われるぐらいですから、サンゴがたくさんあります。ハードコーラル、ソフトコーラルたくさんありますので、そちらを見ながらサンゴの方に住んでる、スズメダイとかを見に行きたいと思います。深いところでも深度10メートルないです。残圧の方こまめに確認していただいて、100になったら私が振り返ったタイミングで大丈夫ですので、今100だよって教えてください。今からコラルガーデンに向かいます。はい、よろしくお願いします。じゃあ行ってきます。天気も最高でね。こちらのボートは、はい、ポイントに着きましたらボートの上で全部機材着てもらいます。で、着ていただいたらボートのヘリに座っていただいてマクロレントリーになります。後ろに倒れる倒れ方ですね。で、上がってくる時なんですけど、左舷側に1個だけはしごがある形になっているので、こちらから上がってくる感じになります。
他にもたくさんのポイントがあります。ぜひマレア沖縄店で一緒に潜りましょう。